日本ではおおよそ100人に1人のお母さんが多胎児を出産しているそう。芸能界でも子育て仲の方が数多くいらっしゃいますが、中には当然双子を育てるパパママもいらっしゃいます。今回はそんな双子を育てている意外な芸能人有名人をランキング。お子さんがいたの？さらには双子だったの？驚きの連続です。1位、仲間由紀恵。いつもお忙しそうに活躍されているのでお子さんがいたんだったということすら忘れかけていました。綺麗なまま。双子を育てているのに全然育児疲れも見せなくて綺麗を保ててるのはすごいと思います。子供がいることも知らなかった。実は双子の子供がいる意外な芸能人ランキング第1位は女優の仲間由紀恵さん。2014年に俳優の田中哲司さんとご結婚、2018年に一卵性の双子の男の子を出産されました。その後2019年のお正月ドラマで女優業に復帰しています。2021年5月にはプロフェッショナルな女性を称えるウィミン・オブ・エクセレンス・アワードのスペシャリスト部門を受賞。受賞式に登壇した際には午前3時台に起きて自分の時間を作っていると多忙さがうかがえる子育てエピソードを語りました。常に女神のようにを美しく穏やかなので双子ちゃんと一緒にお風呂や食事で忙しなく過ごしている様子が本当に想像できない。仕事と育児をかっこよく両立する姿はまさしくスペシャリストですね。2位、ディーン・フジオカ。お子さんラブで本当素敵なお父さん。プライベートを明かさなそうな雰囲気だけど、インスタグラムとかアットホームで和むオープンで良いよね。絶対可愛いんだろうな。実は双子の子供がいる意外な芸能人ランキング第2位は、俳優でミュージシャンのディーン・フジオカさん。2012年にインドネシア人の女性と結婚し、2014年に男の子と女の子の双子が誕生。さらに2017年には第3子となる次男が誕生し、現在は3児の父。インスタグラムではお子様の健やかな姿もアップされていて、家族思いな一面を垣間見ることができます。ドラマや映画ではクールなオーラを放つオディーン様ですが、包容力たっぷりなパパの顔もまた違ったかっこよさ。3位、ナオト・インティ・ライミ。結婚して子供がいることはニュースで見たけど、双子だったとは。あんな歌の上手いパパ、かっこよすぎる。結婚していたことにまずびっくり。実は双子の子供がいる意外な芸能人ランキング第3位は、シンガーソングライターのナオト・インティ・ライミさん。2003年から2004年末まで28カ国世界一周の旅をされ、帰国後2005年に兼ねてよりお付き合いのあった、元 R&B 歌手の女性とご結婚。2007年に双子の女の子が生まれています。ご両親が2人とも歌手。毎日ご機嫌な歌が聞こえてきそう。4位、アンズさん&東出昌大さん。本名東出、生年月日1986年4月14日出生地東京都。身長174センチメートル。血液型A 型。職業女優、ファッションモデル。活動期間2001年。生年月日1988年2月1日出生地埼玉県。身長189センチメートル。血液型 A 型。職業俳優。活動期間2004年。配偶者アン。事務所ユマニテ。2020年に離婚が発表されたアンズさんと東出昌大さんですが、2016年5月16日に第一子第二子となる双子の女児の出産されたことを発表しています。性別が同じなのでおそらく一卵性でしょうか。二人に似て可愛らしいでしょうね。またパリコレも体験している二人なのでスタイルも抜群に育ちそうです。5位、インリン・オブ・ジョイ・トイ。生年月日1976年2月15日出身地台湾台北市。血液型 B 型。デビュー1995年ジャンルタレント。他の活動グラビアアイドル、歌手、女優、アーティスト。インリンさんは第2子第3子となる双子を
2013年12月9日に出産されています。2017年4月から台湾の日本人の幼稚園に通っていらっしゃるようですね。朝は特に大変だそうで、二人揃って暴れて大騒ぎになってしまうそうです。やはり双子は苦労も2倍、楽しさも2倍なのでしょうね。双子は授かり物なので、双子が欲しいと思っても、できるものではないので奇跡ですね。6位、長嶋一茂、出身地、東京都大田区田園調布、生年月日、1966年1月26日、身長、18センチメートル、職業、元プロ野球選手、元読売ジャイアンツ野球